ザークの兄貴、安心しろ。たとえ天守閣にいようとも、必ずあの犬を見つけ出してみせるぜ。イットさん、あれはただの噂で。おっと、ダチコ、それにチビスケじゃねえか。やっと来てくれたな。会いたかったぜ。そうだ、こっちはフォンテーヌから来た音楽家でドボルザークって言うんだ。ザークなりぎ、こいつらのことは知ってるんだっけか。おお、ドボルザークおじさん、お前も来てたのか。二人とも会えて実に嬉しいよ。去年の怪盗祭ぶりだな。息災だったか。まあまあだぞ。お前はなんで牛使い野郎と一緒にいるんだ。まさかこいつと一緒にイリデッセンスツアーをやってるのか。チビスケ、当たりだが、完全に正しいとは言えねえな。今回は普通のイリデッセンスツアーじゃねえ。俺様とザークの兄貴っつ実力者二人が手を取り合って開催する、あらたき命のロックイリデッセンスビッグツアーだぜ。あらたき、なんとかロックって、牛使い野郎もロックのことがわかるのか。ああ、牛使いロックって聞いたことねえのか。もももどこどこてん。チビスケ、お前もダラダラと毎日を過ごしてる場合じゃねえぞ。自分だけのチビスケロックの道を探すんだ。ダラダラしてるのはどっちだよ。ただ噂を耳にしただけなんだ。以前鳴上島と渡積島の間で戦争があったようだが、これは確かだね。不遂な争い、ロックじゃないぜ。ああ、本当に気の毒なことに動物たちにも飛び火したそうだ。カラスやヨウリ、ホウトウイタチ、いろんな動物たちが怪我をしたとか。確かに動物たちに罪はないけど、その一番重要なのはそこじゃない気が。俺様たちロッカーにとっては全ての命が大切なんだ。いや、噂されている犬は人間のような立ち振る舞いだったそうだ。神出鬼没で戦場に現れては倒れてしまった動物たちを助けて一番安全な避難所まで連れて行っていたという。まさにロッキンサポートキングだな。そういうやつにこそアラタキアの仲間になってほしいもんだぜ。実は戦争真っ只中の頃、ちょうど離島にいてね、そこで噂を耳にしたんだ。その後それをテーマに歌を作って音楽祭を開催しようと思ったんだが、残念なことに出資者と意見が分かれてしまってね。その件なら俺様も聞いたぜ。海難にあったから予定を取り消したってことになってるらしいが、実際ただの言い訳だろうね。ああ、実際はテーマのリターンが低いと出資者が判断したからなんだ。それに何やら別のリスクも心配していたようだった。リスク？私も確信を持てないが、おそらくモラを持てば持つほど見えてくるリスクなのだろうな。俺様もそう思う。懐に余裕のあるやつはロックの精神が減るもんだ。ロックの精神ってなんだよ。何にでもロックをかけようとする精神に決まってんだろ。その理屈だとモラにロックをかけた出資者こそ一番ロックなやつってことにならないか。とにかくやつらの役割はこの俺様が受け継がせてもらった。できもしないことを約束するなよな。牛使い野郎、お前は出資者になれるほどモラを持ってるのかよ。イットさんのことなら私は信じているよ。アラタキ派はなかなか名の知られた実力のある組織として、
奉行の方でも名前を控えていると聞く。そうなのだろう？ドボルザークおじさん、それ犯罪記録で名前を控えられてるんじゃないのか？荒滝屋をなめるなよ。今や俺様の言うことには三奉行だって耳を傾けざるを得ないんだからな。よく言うぜ。ちびすけ、信じないっつうのかよ。シャブ業の無敵兵士のことは知ってるだろう。ほら、トーマのアンちゃんのことだ。俺様たちは兄弟同然なんだぜ。それにあいつだ、天領奉行の大将、あの九条天狗。あいつと俺様は命を懸けた付き合いだって言っても過言じゃねえ。え、命を取られる関係じゃなくてか？そっちは確かに知り合いこそあんまいねえが、奴らの収入源はこの荒滝屋が罰金で支払ったもらなんだぜ。罰金？あ、税金だ。それにだ、三奉行以外の強者たちのことも忘れちゃいけねえ。例えば話題の札遊び名人アヤトとかね。南のアヤト、北のイットって言葉は知ってるか？さあ、俺様以外に稲妻でアヤトの兄貴の右に出るやつなんざいねえつう意味だ。そんな言葉があるのかよ。それに屋台幸男にいた偉い狐の客人だ。ラーメン屋の選手権であいつの相手になれたのはこの俺様だけだったんだぜ。もっと言うと、天守閣にいるあの寂しがり屋の神を知ってるか？俺様が主催する祭りを見るのが一生の願いなんだそうだ。前回の豪古祭じゃ、自分の将軍様が楽しすぎて我を忘れてしまうのを心配したのか、天領奉行が俺様をわざわざ呼び出して何日ももてなしてくれたんだぞ。お前ってやつはしばらく会わないと思ったらこれか。その勢いで将軍にでもなるつもりかよ、へっぽこ牛使いのくせに。多少誇張があったというのは分かったよ。だがイットさんは確かにイベント会場に関する問題を解決してくれたんだ。そこについては礼を言わないとね。こんくらいお安い御用だぜ。この素晴らしい会場は五郎の兄弟が審査を通してくれたからこそ手に入ったんだ。後で一緒にあいつに礼を言いに行かねえとな。お前、五郎とも知り合いだったのか。そりゃそうだ。奴が帝国軍小隊の大将だってことは前から知ってたんだが、まさか別の身分まであったなんてな。ひなさん。ひなさんだって？お前。なあ？いきなり大声出してどうしたんだ？あのな、ひなさんが教えてくれたんだ。前回の豪古祭で俺様は天領奉行にしてやられただろう。だから今回は会場を奴らの手の届かない場所に変えようと思ってな。例えばここだ。そんで俺様はひなさんに質問の手紙を送ってみることにした。渡辺島で祭りを開催するためにはどんな手続きが必要かってな。するとすぐに返事があって、渡辺島の大将に協力を申し出ればいいって書いてあった。そんでその大将の名前がまさに五郎だった。なんと五郎の兄弟は渡辺島全体の大将だったんだ。なんだ、びっくりしたぞ。そういうことかよ。お前、大将なんて身分のやつがそう何人もいると思ってたのかよ。はあ、そりゃ正体一つに一人大将がいるもんだろ。それは隊長だ。そうなのか。まあいい。とにかくひなさんが教えてくれたおかげで俺様はやっと理解したんだ。めちゃくちゃロックだぜ。
おっと、ダチコ、今思い出したんだが、この後五郎の兄弟と約束があったんだ。例の犬の件について聞こうと思ってな。ってことで先に失礼するぜ。お前らは祭りを楽しむことに専念してくれ。犬探しぐらい俺様に任せとけって。祭りの最後を飾る予定の宴まであともう数日だ。会場はまだ完全に整ってないが、楽曲練習エリアと焼き炭で売りエリアの準備はすでにバッチリだぜ。ダチコ、存分に楽しんでくれよ。シャラ。はあ、イットさんは本当に太陽のように情熱的な人だね。旅人さん、パイモンさん、そんなわけだからまずは楽曲練習エリアへ案内しよう。ここだ。私が各地から集めた楽譜と楽器を置いている。フォンテーヌから特別に持ってきたホルンもあるよ。ここでならみんな思う存分お気に入りの曲を演奏できるはずだ。遊び疲れたらあちらに用意してある焼きスミレ売りエリアで一休みできるようになっている。イットさんの言葉を借りると、スミレ売りはロッキン芸術色だ。どうだ、試してみないか。おい、勝手にオイラに変なあだ名をつけるなよ。イットのやつ、もう遠くまで行ったよな。あいつに聞かれたらまずいぞ。ドボルザークおじさん、さっさと話題を変えようぜ。他に見どころはあるか？音楽愛好家をさらに招待して、物資ももっと集めて、会場をより華やかに飾ろうと思っているんだ。だが、どれももうしばらく時間がかかりそうだ。あの犬のことを話すや否や、荒滝派の人ではそちらに回されてしまってね。今は久喜忍というお嬢さんだけが計画通りに招待状を出してくれている状態だ。まったく、荒滝派と来たら忍以外に頼れるやつがいないんだよな。なんならオイラたちが手伝ってやろうか。忍の努力を無駄にしないためにも、今回のお祭りが変なものにならないよう、しっかり見守ってやらないとだろ。あ、本当にいいのか？本当に助かるよ。さっきの件だが、どこも圧倒的人手不足なんだ。ひひ、遠慮するなって。つまりオイラたちは、音楽愛好家をいっぱい招待して会場を飾れるものを探せばいいってことだろ。ああ、もともとの計画では5日以内に全ての準備を整えて最後にパーティーを開くことになっていた。ちょっと待っていてくれ。やってもらいたいことをリストにまとめるよ。君たちにとってもその方が便利だろう。ああ、そうそう、追加情報だが、なんとイットさんは最後の日に舞台で歌を披露するそうだよ。牛使い野郎、また一人で目立つ気だな。ふふん、オイラが舞台に上がったら牛使い野郎なんか目じゃないぜ。きっとパイもマジでロックすぎるぜって泣き叫びながら逃げてくぞ。パイモンさんはかなり自信があるようだね。こういう人こそ舞台にふさわしいんだ。まあ言ってみただけだけどな。ひひっ。それじゃあドボルザークおじさんもリストを書くのに時間がいるだろうし、オイラたちは他のところで待っててやろうぜ。ああ、二人とも会場を自由に回っていてくれ。すぐ済ませるよ。おっと、旅人にパイモン。わあ、しのぶ、平蔵、お前まで来てたのか。予想外の客人と言いたいところだけど、それほど予想外ってわけでもないかな。さっきまでしのぶさんと話してたんだよ。
もうすぐ君たちに会えそうな気がするってね。鹿の院同心はさっきから何度も君たちのことを口にしていた。強く願えば叶うというのはこのことだな。勘だよ、勘。肝心な時に決定的な人物を思い出すのが習慣になってるんだ。予想外だぜ。オイラたち以外の初めてのお客さんが平蔵だなんてな。天領奉行への招待状はなるべく早めに出すようにと親分に言われてな。親分は特別にサラとスカノイン同心を招待したんだ。ならサラのやつはなんで来なかったんだ？きっと彼女は全くイットに会いたくなかったんだろうね。何せ招待状にはこんなことが書いてあったんだ。九条天狗、俺様と一緒に三五の宮のてっぺんで最高に燃えるロック相撲をやろうぜってね。私がサラならきっと親分を三五の宮の宮殿のてっぺんから突き落としてやりたくなるだろう。そしたらココミもきっとサラを突き落とすんじゃないか。頭上で騒がれたらたまったもんじゃないしな。とにかくサラはやはりいい人だ。代わりにとスミレ売りを一箱送ってくれたんだ。いい人だって僕はあれには別の意味が込められてたと思うけどな。別の意味ってなんだよ。奉行所でスミレ売りを食べたくなければ私に喧嘩を売るなとか。なんだよ平蔵、そこまで深読みするほどのことじゃないだろ。お前ら確かスミレ売りを2箱持ってきただろ。ならもう1箱はお前からだよな。それにも別の意味が含まれてるっていうのかよ。もう1箱は奉行所のみんなでモラを出し合って買ったんだよ。僕とイットを逮捕したことのある他の同心たちとか、イットが監獄で作った友人たちとかね。だからこのスミレ売りの祝福はざっくり言うと、またいつでも遊びに来てねってところかな。親分には黙っていた方が良さそうだな。スミレ売りは届けたし、会いたかった相手にも会えた。僕はそろそろおいとましようかな。あれ、平蔵はお祭りに参加しないのか？安心して、最後の宴を逃す気はないよ。ただその前に離島でやるべきことを済ませなくちゃ。離島に行かなきゃいけないのか。探偵って本当に忙しいんだな。あ、そうだ。なあ、戦場で活躍してた人間について何か聞いてないか？離島から広まった噂みたいなんだけど。あの犬のことか。今回の音楽祭のきっかけとなったあれだよね。テーマと物語については忍さんから説明を受けたけど。そっか、奉行所なら何か内情とか知ってないかなって思ったんだ。でもそうだな、僕の経験からするとこれはただの噂話で、犬なんて存在しないと思うけど。おや、その表情それでも気になるみたいだね。面白い。じゃあこうしよう、僕も用事のついでに聞き回ってみるよ。どうせ離島に行くわけだしね。もう気を使いすぎだってば。君が興味を持ってるものは僕も基本気になるんだからね。それじゃ朗報を待ってて。またね。スカノイン同心は相変わらず自由気ままな行動派だな。さて、私も招待状を送る作業に戻らないと。なんといっても目玉は最後の夜の宴だからな。じゃあオイラたちも頑張らないとだな。そういや、リストの方はどうなったかな。二人ともお待たせ、リストができたよ。このリスト通りにやってくれれば問題ないはずだ。おお、バッチリのタイミングだな。これでオイラたちも出発できるぞ。手間をかけるね。気分転換に音楽を奏でたくなったら楽曲練習エリアまで来てくれ。そこでみんなを待っているよ。
ここでなら何時に会えると思っておったぞ。久方ぶりにかける言葉がそれか。わらわも報われぬものじゃな。宮司たるわらわは日々信用のもとに座して、何時の旅が順風満帆であるようにと祈っておるというのに。はあ、もしや何時の心はもう英知と美貌を兼ね備えた別のものに奪われてしまったのか。わらわのことなど忘れておったんじゃろう。お守りだってどうせとうになくしたんじゃろう。よよよ、やはり汝にとってはわらわなぞ所詮長旅の中で偶然出会った通行人に過ぎぬのじゃな。巫女は相変わらずだな。こいつをからかわないと気が済まないんだろう。わっぱは一等輝かしいおみくじなのじゃから仕方あるまい。ひっくり返して隅々まで確認せんことには眠ろうにも眠れぬ。そういえば他にも面白そうなおみくじを一つ見つけたんじゃ。何時らもすでに耳にしたことじゃろうが、この新たき命のロック入りデッセンスビッグツアーというものはとある犬と関係しているようじゃの。そこでわらわはすぐにピンときた。それはもしや木漏れ茶屋の店主太郎丸のことではないのか。太郎丸？でも確かに太郎丸って強いらしいよな。まさか戦の時動物たちを助けてたのはあいつだったのか。ありそうなことじゃろ。茶屋の店主が仕事上がりにすぐ衣装替えをして戦場に赴き命を助ける、面白き娯楽小説の主人公そのものじゃ。そう考えると奴が救った命は本当にただの動物だけだったんじゃろうか。なあに、ただの当てずっぽうよ。わっぱが一番よく知っておろう。わらわはこういうことが大好きなのじゃ。楽しみじゃの。今回のおみくじには一体何が書かれておるのじゃろう。二人ともありがとう。これでようやくリストにあったことは全部完了だね。最後の準備は私にやらせてくれ。明日またここで会おう。その時こそフィナーレを飾るパーティーの始まりだ。ダチコ、来たな。お前らのおかげで想像してたよりかなりいい感じの会場になったぜ。かっ、おかげで全てが整った。旅人パイモン、感謝する。おいおい、水臭い態度だな。全然ロックじゃないぞ。チビスケ、飲み込みが早いじゃねえか。ところで今夜はお前も舞台に上がって俺様と勝負したいそうだな。おいら適当に言ってみただけだぞ。まったく、ドボルザーこのやつ。ビビってんだろ。なんせこの俺様は新たき豪華会を連覇してる男だからな。違うぞ、おいらは謙虚なんだ。謙虚さはロックだろ。おいらは誰よりもロックだぜ。なら俺様と勝負しよう。おう、受けて立つぞ。誰がお前なんかにビビるもんか。あっちの方は完全に行き詰まってるんだよな。五郎の兄弟は知らないって言うし、稲妻城の方で調査してた守たちも何の情報も聞き出せなかったらしい。まさかあの犬
本当に天守閣にいるってのが。なんでどこにもいないんだ。勝手に天守閣に忍び込んだりするなよ。さらに迷惑がかかるんだからな。そうだな。あいつに面倒かけてばっかりいたらいつか本当に雷に打たれちまってもおかしくないぜ。だから今回はあそこの敷地内に文字を書いた紙切れを投げ込むだけにしておいた。雷電将軍が気づいて犬を渡してくれることを祈ってるぜ。おいおい、それも十分危ないだろう。鹿の院同心の推測は正しかったようだ。あれはただの噂話だったのかもしれないな。まったく残念だぜ。さて、時間もやべえし、俺様はこれから場所を見つけて今夜のために練習してくるぜ。ちびすけ、歌詞と楽譜はあっちの楽曲練習エリアに置いてある。夜の本番までに逃げようなんて気を起こすなよ。いい気になるなよ、牛使い野郎。どっちが一番ロックか見せつけてやるぜ。それじゃまた夜に。後でオイラも楽曲練習エリアで練習するぞ。イットのやつなんかに負けたくないからな。そうだ、今回はかなり多くの招待状を送り出したんだが、すでに招待客の一部が到着している。さっきあんたについて聞かれたんだ。会っていかないか。おお、荒滝派が誘ったやつらってことか。一体誰がいるんだろうな。早速会いに行こうぜ。旅人、友人たちに会いに行かないか。来たね。手紙を送ったんだけど、ここ何日かで届いてたかな。お、もしかしてお前もう解決の糸口を見つけたのか。少しだけね。ただまだ最後の部分が足りないんだ。今はまだ断言できないな。けど僕はこの噂にはシャブ業と三五宮の両方が関わってると思う。シャブ業と三五宮が？戦の時にか？し、そんなに興奮しないで。まだ推測の息を出ていないんだからさ。奉行所にはもう手紙を送ったから、もうしばらくしたら返事が来ると思う。大和田与力なら必要なものを見つけ出してくれるはずさ。だからここはもうしばらく待っててくれ。夜のイットの歌をどうしても見逃したくないんだよね。これがなければとっくに奉行所に戻ってたよ。へえ、想像以上に見どころ満載になりそうだね。ここに残ってやっぱり大正解だったな。果たして今夜、神の口は花見坂ロック大魔王を破って神の喉になれるかな。そっか、楽しみに待ってるよ。お前ら、またオイラに変なあだ名をつけるなよな。こちらのひなさんですが、なんだか見覚えがあるような気が。服装もどこかで。三五宮様、俺もそんな感じが。この見た目はまるで。まるで？ガラー、ココミー、久しぶりだな。本当に久しぶりだ、旅人、パイモン。お会いできて本当に嬉しいです。先ほども忍さんのところでお二人を探していたんですよ。まさかお前たちも荒滝派の音楽祭に参加しに来るなんてな。大したことじゃない。この前月刊漢字でこれに関する相談を受けたから力を貸してやろうと思ってな。まさか相手があの荒滝一斗殿だとは思わなかったが、それに三五宮様もこの件をすごく応援してくれたんだ。ええ、異国由来のロック音楽祭というからにはきっと観光客を大勢招くことができるでしょう。それに命という主題もなかなか有意義です。テーマは戦場に現れてた犬だって聞いてるぞ。
でもその犬はただの噂だったみたいなんだ。お前らこのことについて多少耳にしたことはありますが、詳しい情報は把握しておりませんね。うん、俺も同じだ。即答かよ。新滝一斗殿にも聞かれましたから、私たちもぜひお力になりたいと思っていたところなのです。そう、そうなんだ。その、実はこっちからも尋ねたいことがあるんだが、このひなさんという人物なんだが、見覚えがあると思わないか？どうにも見たことがあるような気がして。それは思い出せないか？まあまあ、少し顔に馴染みがあるような気がしただけじゃないか。旅人だって妹さんとよく似てるしな。よくあることだし、全く気にする必要ないぜ。なるほど、それも一理あるな。旅人、さっさとここを離れようぜ。さすがだね、宵宮。花火をこんな遠いところまで運んでくるなんて。この前、祭りのために花火を用意するって一斗と約束したさかい。約束破ったらあかんやろ。よっ、トーマ、よいみや。おお、旅人、パイモンちゃん、あんたらも来てたんやな。これはちゃんと新滝派に礼を言っておかないとね。このお祭りの開催がなければ、一体いつ君との再会を果たせていたか。ちゃんと今の聞いとった？なんで長い付き合いの友達に会いに来てくれへんのって、トーマはあんたらに文句言うたんやで。その通りだ。旅はもちろん大事だけど、疲れたら戻って休むことも忘れるなよ。俺たちが温かく迎えてやるからさ。気使わんでえって。そや、おもろいこと教えとるわ。イットから聞いてんけどな、今回の音楽祭は戦場で動物たちを助けとったワンちゃんがテーマやねんて。めっちゃすごない？情報通のトーマ先生はこれ知っとった？おっと、これはさすがに難題だな。俺は重要見物と交友関係を結べていなかったらしい。だけど、もしその噂が本当だとしたら、きっと渡積島と関係があるだろうね。だってどれほどすごい奴だろうが、何の痕跡も残さず戦場に現れたり消えたりするなんて、後を消してくれる誰かがいないと無理なんじゃないかな。そして俺の知ってる限り、幕府軍の方にそんなものはいなかったはずだ。つまりあれは戦場で動物たちを助けるために三五宮軍が飼ってた犬ってことか？ちょっとおかしない？戦やーって時にわざわざ犬飼うてまで動物助けるなんて、三五宮軍にそんな余裕あったんかな？じゃあ三五宮軍じゃなくて幕府軍の方が飼ってたんだな。まあ、だからあれはドボルザークさんがでっち上げた物語だって線が濃厚だと思うな。きっと何かを伝えたかったんだよ。あの人ってロックアーティストなんだろ？ロックで俺たちにはわからない何かを表現しようとしてるんじゃないかな。花火を見るときと一緒で、言葉にするんちごてただ感じるだけでってこと？うん、おいらなんかまたちょっとわかった気がするぞ。やっぱりよいみやも芸術家なんだな。花火芸術家だ。そしたら今日の夜はうちっていう芸術家のショーを見逃さんといてや。まさかこんなにいっぱい友達が来てるとは思わなかったぞ。オイラもちゃんと練習しておかないとダメみたいだな。でないときっと夜に恥をかく羽目になる。な、早
早く楽曲練習エリアに行こうぜ。トーマも芸術についてはトーマなりの見解を持ってるみたいやな。芸術か。セーター編みも芸術にカウントされるかい？そらそうや、セーター編み芸術家やな。だけどあんまりロックな感じはしないね。今日みたいな日には全然役に立てそうにないよ。そしたらロックって字が入ったセーターを編んでみんなに着てもらうはどうやろ。へえ、それはいい案だな。今度試してみるよ。よっ、ドボルザークおじさん、やっぱりまだここにいたな。ああ、今日の夜使う設備と楽譜と歌詞のチェックをしていたところだよ。忍さんから聞いた話なんだが、どうやら娯楽小説というのが稲妻では大人気らしい。だから旋律と歌詞に少し手を加えて、より新たき原らしく娯楽小説っぽく仕上げてみたんだ。ロックと娯楽小説、娯楽ロックってことか。それほどがっつり変えてはいないよ。ただ例の犬の部分をイットさんの好きなオニカブトムシに変えただけさ。今回のイベントを開催できたのはイットさんの功績が大きいからね。お礼と言ってはなんだが、彼に感謝を伝えたいんだ。え？犬の部分を消したのかよ。でもあれって今回の音楽祭のきっかけじゃなかったのか？きっかけに過ぎないからこそ消したんだよ。オニカブトムシに変えようが、君や私に変えようが、たとえその他の何に変えたとしても、込められた精神は変わらないさ。精神？何の精神だ？そうだね、ロックの精神かな。説明になってないぞ。まあまあ、心ゆくまで音楽を感じられればそれでいいということさ。わかったぞ、ドボルザークおじさん。でもまずはオイラに音楽を感じさせてくれ。オイラ準備しないとなんだ。今日の夜牛使い野郎一人に注目されちゃったら困るからな。もちろんだ。パイモンさんも舞台に上がる決心がついたようだね。さあ、これが楽譜と歌詞だ。実に楽しみだな。ひひ、どれどれ、歌の名前は最強オニカブトムシに転生して世界をひっくり返してやったって。なんだこの変な名前、これがロックなのか。娯楽ロックさ。お前はまだ見ちゃダメだ。楽しみに待ってろよ。夜になったらオイラがじきじきに歌ってやるからな。牛使い野郎なんかよりオイラの方がずっとロックに決まってるぜ。レディース&ジェントルマン、今夜は祭りの夜だ。悲しみの感情なんて捨てて存分に楽しもう。さあさあ、盛り上がってきたロックの夜、最高の敬意を持って今夜の大トリを飾るゲストの2人を紹介させてくれ。ミスター新滝一斗、ミスパイモン。歌ってくれるのは今回の祭りのフィナーレを彩るテーマソング、最強オニカブトムシに転生して世界をひっくり返してやった。どうぞ。
枯れたカラス、狸の化ける日も消え去る。なけなしイタチさんの遺産、父さん母さん財産、軍用は二大遺産。将軍がにかけてくわし、利口なにぼろやに眠り、だから天性鬼かぶた虫、汚れた世界に角で咲かせたい。これがロックやねんな。うちが想像してたんとちょっと違ったわ。俺が前に聞いたものとも違ったな。多分新しい形のロックなんじゃないか。どうだった俺様の歌は。チミスケなんざ敵じゃなかっただろ。調子に乗るなよ牛使い野郎。お前の方こそ惨めに屈したんだろう。まあまあ、うちは二人ともめっちゃすごかったと思うで。うんうん、俺たちも見聞が広がったよ。互角だったと言ってもいいだろう。本当かダチコ。お前はどうだ、俺様とこいつどっちがよりロックだったと思う。さすが俺様のダチ公だ。花井坂ロック大王、ここにて参上。うわー、おいら怒ったぞ。これから1分間お前のことなんてもう知らないからな。まあまあ、勝負にそこまでこだわることはないだろう。イットさんもパイモンさんもとても心に響く歌だったよ。みんなの助けなしにこの音楽祭は開催できなかっただろう。どうお礼を言えばいいか。ザークの兄貴、水臭いこと言うなって。お前に出会えてなかったら俺様はロックの精神のロの字も知らなかったんだぜ。ロックの精神って何？ロックにも精神があるん？何事にもロックをかけるようにする精神だ。俺ら荒滝派みてえにな。全然違う。ドボルザークおじさん、正しい答えでこのうぬぼれを打ちのめしてやってくれ。正しい答えか。ロックとは一種の感情だ。そして一人一人が感じたことのすべては過去の自分が語る感情でありロックなんだと私はそう思うよ。そうだったのか。ロックの精神っていうのは、歌に出てきたオニカブトムシみたいにどんな困難に遭遇してもひるまず真正面からぶつかる勢いなんじゃないかって俺はさっき感じたな。俺の感性が悪いわけじゃなさそうでよかったよ。じゃあヨイミヤは？うちは実は歌であの犬のことを聞けると思っててんけどな、結局出てこうへんかったやろ。だからうち考えてみて、あれにも何か深い意味が込められてるんちゃうかなって。歌にあの犬がおらんっちゅうことは怪我した動物もおらんってことやろ。ほんで怪我した動物がおらんっちゅうことは戦なんかあらへんかったってことや。戦がない、要するに世界平和や。
のロックの精神は世界平和だったんだな。私か？私はそこまで深く考えてなかった。親分は今回紙切れを天守閣に向かって投げただろ。あれのせいで天領奉行に逮捕されたらどうするかってことばかりが気がかりで。つまり忍さんのロックの精神は荒竹派を守ることなんだね。忍、そんなどうでもいいことを心配する必要なんてねえって。もしあの紙切れが雷電将軍の目に入ってたなら、今頃きっと俺様たちの祭りに参加しに来てたはずだからな。オイラも大丈夫だと思うぞ。大丈夫じゃないんなら平蔵はとっくに牛使い野郎を捕まえてたと思うしな。あれ、そういえば平蔵はどこに行っちゃったんだ。それにココミと五郎もいないぞ。ああ、鹿の院同心は奉行所に休養ができたらしく、挨拶するいとまもなく向かわれた。だが立つ前にあんたたち宛てにあるものを残していったんだ。あっちに置いてある。渡積島の二人からは夜に政務会議があるから先に帰るとの伝言だ。そんなにお忙しいのに祭りに参加してくれたとは。どうやら一途さんの言っていた通り、荒滝派はなかなか広く名を馳せている組織なんだね。一途さん、今回はあなたと協力できてとても光栄だった。ザークの兄貴、俺様に感謝してくれるのもいいが、旅人のことを忘れちゃいけねえぜ。今日はこいつ目当てで来てくれた奴らがかなり多かった。だからもし次があんなら絶対にこいつを舞台に上がらせた方がいいぞ。どうだダチコ、今度はお前のロックの精神を見せてくれよ。三五宮様、例の天領奉行の探偵は何やら。五郎、あまり気にすることはありません。犬頃商会はこちらと社奉行の共同計画です。人目を避けて活動できるならそれが一番ですが、あくまで目的はそうではありません。少なくとも当時救われた命があった、それだけで十分です。いえ、三五宮様の名声を心配しているのです。何せ当時救った負傷者の中には幕府軍の人間もいました。これをネタによからぬことを企む輩がいたら。心配しないでください。むしろこれが転じてきっかけになるということもありえるでしょう。きっかけ？今私たちと鳴上島は共存の道を歩んでいます。戦の折こちらと社奉行が成したことを知られることは必ずしも悪いことであるとは言えないかもしれません。なるほど。ゴロ、私からの助言です。人のことを心配するよりひなさんのことをもっと気にかけた方がいいと思いますよ。え、ひなさんですか？ひなさんも月刊漢字で役を務めていて人気が高く容姿端麗だと聞いています。人を慰める天賦の際もあなたに負けないほどだそうです。ですからあの方はあなたのライバルとなる存在だと言っても過言ではないでしょう。三五宮様、承知いたしました。引き続き精進してまいります。ふむ、水の国のロック音楽とやらがまさか雷光を引き起こせるものだとは知らなんだ。巫女、数日前おかしな紙切れが敷地に投げ込まれました。犬を渡せと要求されたので事の次第を確かめに来ました。ペットを飼う趣味でもできたのかと思ったぞ。それにサラからも招待状を渡されたのです。荒滝という名に覚えはありませんが、民の願いならば
答えてやるのが筋というものでしょ。鬼族のわっぱに答えるか。こっちのフォンテーヌの音楽家の方にはどう答えてやるのじゃ。奴の音楽はどうやら戦にまつわる意図を含んでおるようじゃぞ。戦？私の答えも完璧なものではないかもしれません。ですが戦は二度と起きるべきではないものであると、それによって人々が苛まれるべきではないと今の私は知っています。ふむ。じゃがもっと大きな戦が襲ってきたらどうじゃ。避けられない戦であればこの身で受けて立つのみです。じゃがまあ、もしいつか本当にそんな日が来たとしても、今夜訪れた者どもは必ずや汝の味方になってくれるはずじゃ。